国の民間放送ネットワーク ITV が29日、日本時間30日に2時間枠の特別、コンサート番組、コンサートフォーウクライナを開催し放送することを16日、日本時間17日に発表した。同社グループで、スコットランドを網羅す、ルエス TV なども、運営と放送に加わる。ITV は、プレスリリーズで、同コンサートは、紛争に巻き込まれた人々のためのものとした上で、希望と支援のメッセージを広める、画期的なイベントにするため、音楽業界から、いろいろな名前を集めたいとしている。収益金は、ウクライナと近隣諸国での人道的及び緊急対応策等を支援するため、災害緊急委員会 DEC に寄付される。参加メンバーなどは近日中に発表される予定だが、ANME はイベント放送から得られるすべてのスポンサーシップと広告収入などは300万ポンド、約4億6890万円以上の調達が見込まれていると報じており、金額を考慮すると、英国を代表する超大物ミュージシャンの出演が期待される。Thank you.